京府高速線は大韓民国ソウル特別市、襟川区の襟川区町駅付近から、富山広域市東区の富山駅を結ぶ、韓国鉄道公社の高速鉄道路線の総称である。京府高速本線とその支線、連結線で構成される。当初の計画では、ソウル近郊と富山近郊を除く、全区間で高速路線を建設する計画だったが、1997年の、 韓国通貨危機を受けて建設計画が見直され、大田市内、手具市内、及び東手具駅不山駅間の高速新線建設は後倒しされることになった。2004年に一期区間として、まず巧明付近大田付近、大田付近東手具付近の本線及び連結線が暫定開業し、KTX が運行開始。未開業の区間は、 在来線の警府線に直通する形となり、高速本線と在来線の間は高速本線と同規格の連結線によって接続された。2010年に2期区間として、東手具付近、富山付近の本線及び連結線が開業し、これにより高速本線は3つに分かれる形で大部分が完成した。2期区間完成時点での ソウル駅富山駅間 KTX が経由する路線の正式名称は次の通りである。ソウル京府本線市境連結線京府高速本線大田北連結線京府本線大田南連結線京府高速本線手具北連結線京府本線手具南連結線京府高速本線富山連結線京府本線。富山2015年に三期区間として大田、東、手具。 富山の各駅付近の線増加工事が完了し、高速線が開通。同時に一部の連結線が本線に統合された結果、三つの本線が一つとなり、全線開業となった。ただし、全線開業以降も、巧妙以北のソウル市内区間は従来通り、京府線に直通する形となっており、この区間を地下新線で別線化する構想はあるが、具体的な計画に至っていない。 現在、京府高速線は北から順に以下の路線から構成されている。かつては大田北連結線、手組南並連結線、富山連結線も存在したが、三期区間開業時に京府高速本線に編入された。このほか、高速本線から分岐する車両基地等への支線として以下の路線が存在する。京府高速線は光明東、 テグ具ンは概ね京府線と並行したルートを取るが、東テグ富山間は京府線から離れ、京州市、ウルサン港域市を経由する京府高速道路に並行したルートを取る。このため、この区間の距離は京府線の 115.4km に対し、京府高速線は 130.7km とやや長くなっている。便宜的にソウル駅近郊と富山駅近郊。 および本線工事中の太田、タ、テグにある連結線も記す。高速本線とともに記載されていない連結線について記す。幹線連結線、編集韓国高速鉄道広域電鉄。ありがとうございます。